アスファルト8、エアボーンとは、ギャモロフトが開発した、レースゲームであり、ゲーム配信サービストゥイッチに対応している。今年のベスト iPhone ゲーム、Google Play2014 年に選出された。実在する車やオートバイを運転しニトロや、ノックダウン等を用い、いくたのモードで1位を目指すレースゲームである。登場する車種は、約200種類あり、メーカー、年代、携帯や、 種類も様々である。アプリ自体は無料でインストールできるが、このゲーム専用であるマシンやボックスあるいは R&D イベントやイベントで使用するクレジットやトークンは、無課金だけでなく、アプリ内から購入することができる。ゲーム内では、直進や旋回のほか、以下のようなアクションを行える。ニトロニトロゲージが空でない時、マシンを最高速度以上まで、 一定時間加速させる。ニトロボタンを押すごとに3段階でニトロが作動し、段階が高いほど速度は高くなる。ニトロの消費の速さは3段階目が一番速い。また、パーフェクトニトロを作動させると3段階目の速度をより長い時間維持できる。コース上のニトロアイコンを通過するか、下記のアクションを行うことでニトロが補充される。 ドリフトブレーキと旋回を同時に操作することで、マシンはドリフト状態になる。ブレーキ、ニトロ作動、または一定時間放置でドリフト状態が終了する。ジャンプコース上のジャンプ台に侵入するなどして、空中状態になると一定時間ジャンプする。ジャンプしている間ニトロが補充される。また、着地直前には瞬間的に最高速度以上の速度が出る。 フラットスピン水平のジャンプ台にドリフト状態で侵入すると空中で車体の上下方向を軸に回転しながらジャンプするフラットスピン1回転ごとにニトロが補充されるバレルロール湾曲したジャンプ台に侵入すると空中で車体の前後方向を軸に回転しながらジャンプするバレルロール1回転ごとにニトロが補充される成功すれば自動で 着地姿勢を取るが、失敗すると、車体側面や上面で着地しクラッシュしてしまう。オートバイでは、バレルロールができない。ノックダウンレースを競う、他のマシンに、一定の負荷を与えクラッシュさせる。一台ノックダウンするごとに、ニトロが補充される。オートバイは、地上では、自動車をノックダウンできないが、空中ではできる。パーフェクトランクラッシュや、コースアウトをせず、 壁にもぶつからずに20秒間走行すること。ニアミスコース上にいる対向車両と至近距離ですれ違うこと。トラフィックダウンコース上にいる一般車両と接触すること。正面衝突や大型特殊車両との接触などでクラッシュした場合は、無効横からであればクラッシュすることはないが、接触の角度によっては速度が大幅に落ちることがある。 トラフィックコントロールコース上にいる一般車両をクラッシュさせずに動かすことダメージパイロンや街灯などを破壊することコースによっては柱も破壊できるスタントオートバイ限定のアクションジャンプ中に適切なタイミングでスタントボタンを押すと空中でスタントを行うスタントを成功させるとフォーカスメーターが補充される購入したマシンにチューニングを施すことで マシンの性能が向上する。マシンにはランクが設定され、チューニングを進めると、ランクの数値が高くなる。アップグレードクレジット、またはトークン、またはフュージョンコインを消費して、加速、最高速度、ハンドリング、ニトロを向上させる。4項目すべてが、レベル5の状態は、マックスアップグレードとなる。プロキットフュージョンコインとパーツカードを消費して、 上記アップグレード項目のうち二つを以下の表の通り向上させる。パーツカードは倉庫に保管される。オートバイでのプロキットはアップデートで廃止され、全オートバイがアップグレードのみになった。キャリアプレイヤーと CPU の計6から8台でレースし、成績に応じてもらえるスターを集めるモード。スターは3位以上に入賞するか、アクションや、 タイムなどのサブ目標を達成することで獲得できる。各レースでは1位とサブ目標を達成すると最大5個のスターがもらえる。スターを一定数集めることで新たなレースやシーズンが解放される。キャリアモードはさらに以下の通りに分けられる。マシンマスター各マシンに設定されたレースで1位を目指すモード。ステージは15段階に分けられ、 マシンのランクが上がるとより上のステージが解放される。各ステージを初めてクリアした際、報酬を入手できる。報酬の一種である、ライセンスを一定数集めると、デカールなどの報酬がもらえる。クイックソロレースモード、コース、マシンランクを選択しレースするモード。他のプレイモードと異なり、クレジットは獲得できない。マルチプレイ最大12人での対戦ができる。 イベントの場合は最大人数が変動する場合もある。スマートフォンは Wi-Fi 環境でなければ選べない。バージョン2.7例以降はシーズン制となり各リーグ内でのレートランキングで競う。レートにはリーグ昇格、降格の指揮位置が設定される。シーズン終了時のリーグで報酬が決まる。1対戦につきチケットが1枚必要。チケットは時間回復で、 最大99枚まで貯まるが、イベント報酬でも手に入る。アップデートでチケットが減ることはなくなり、何度もプレイできるようになった。また、対戦で3以上になると、レートとは別にポイントが獲得できる。獲得時はポイントを、セーブ、リスクを取って倍増、または道君を消費して倍増して、セーブの3つが選べる。セーブしなかったポイントは倍増できる代わりに負けた。 場合に失ってしまう。最大99,999ポイントまでたまり一定数で特別報酬がもらえる。投票ルームに入った場合はまず投票をすることができる。コースは多数決で決定するが投票をスルーすることもできる。モードフリープレイ期間中はクラシックモード、イルミネーションモード、インフェクションモードの中から選ぶ。シーズン中は クラシックモードのみ、コースランダムに指定された3つのコースから選ぶ。アップデートで新しいコースが追加された場合、マルチプレイではすぐに対応しない場合がある。ラップ周回数を1周から3周まで選ぶ。ガントレット5台のマシンでタグレースを行い、タイムでバトルを行う。所有マシンの最大タグランクで、 リーグが決められ、さらに100人ずつのグループに分けられる。防衛で、シーズンごとに自分に与えられるコースを走って、タイムを記録し、挑戦で同じグループ内の相手のゴーストと戦う。一戦ごとに報酬がもらえ、1日5戦までもらえる。報酬の内容はリーグで決定される。レートを上げて、順位を上げ、順位でリーグ報酬が決まる。報酬でガントレットコインがもらえ、 ガントレットストアにて、プロキットカードなどを購入できる。ストアの商品はリーグで決まる。退出ルームから退出するときは、左上のボタンを押すと退出できる。左上にボタンがない場合は、一旦アプリを閉じて、再起動すれば退出できるがレートが減ってしまう。イベント期間限定で開催され、世界中のプレイヤーとオンライン上で成績を競う。 ラップタイムを競う形式とマルチプレイで順位に応じたポイントの合計を競う形式がある。イベントの開催期間はグリニッチ標準時を基準としているため日本におけるイベント開始終了は午前9時となる。イベントに出走する際には一定の燃料を消費する必要がある。イベントでの成績に応じて報酬が用意される。レースの順位や設定タイムを満たすと獲得できる。 共通報酬、参加者内でのランキングに応じて送られるランキング報酬、マルチプレイの合計獲得ポイントに応じて送られるポイント報酬がある。開催日数や形式によってイベントは以下のように分類される。ただし、アスファルト級のサービス開始以降、イベント数は急激に減った。スペシャルイベントマシンを報酬に据えた期間限定イベント、クレジットトークンのほか、 完成すると新しいマシンが手に入る。対象車種をすでに所持している場合はイベントに参加できない。そのため新マシンが設計図式の場合、クリアする前に他の方法で設計図を集めて完成させることも可能だが、イベントは終了する。スペシャルイベントは以下の形式で行われる。一部の例外を除いてプレイヤーは再開からスタートする。 レースでは以下のアイテムを使用できる。いずれのアイテムはイベントの報酬などでも手に入り無料で使うことができる。また報酬として手に入れたアイテムは貯めることもできる。実在する国や地域をモチーフにしたロケーションに複数のコースレイアウトが設定されている。コースは最低でも純走と逆走の2種類以上が用意されている。またコースによっては純走と逆走で スタート、フィニッシュ位置が異なる場合がある。コースには分かれ道があり、ルートの選び方次第で、ラップタイムや難易度が変化する。トラフィックが出現する場合、ロケーションによって右側通行か左側通行かが変わる。現在、21ロケーション、63コースが実装されている。ホリデーシーズン時のアップデートでは、アイスランドアルプス東京は雪が降り、 クリスマスプレゼントの箱や雪だるまが障害物として置かれていたり、クリスマスの飾り付けがなされるという季節とクリスマスを感じる施しがなされる。マシンは D、C、B、A、S の5つのクラスに分けられる。また、バイクを含む自動車はチューニングで各社の最高ランクまで上げられる。ただし、性能やチューニング費用はクラスやランクに比例しない。 バージョンアップにより少しずつ車種の総数が追加されているがメーカーのライセンスの都合で購入不可となった車種もある。いずれも入手不可となる前までに手に入れていた車は使用できる。レースゲーム自社のライセンスについても参照。ここではバージョン3.7例で収録されている車種を示す。イベント報酬、ライセンス報酬。 特別報酬のマシンについては入手するまで一覧には表示されない。ただし、採用と FRS の場合稀にエドで使用できることがある。ありがとうございます。